ウォーターアイランドで新聞部の合宿をすればいいのよ。合宿？学校に掛け合って部費を出してもらえばタダで行けるわ。でも部として認められてないわけだし、部費なんてもらえないんじゃ。それなら今すぐ部として認めさせればいいのよ。部として認めさせるってどうすればいいのかな。それはそうよ、そういうことは有能な助手のワトソン君が考えることであって、私が考えることじゃないわ。え、ほら早く考えてよ。じゃあ今から教頭先生のところに行ってみようか。なんて言って説得するの？ちゃんとなんか案があるんでしょうね。それは部員が集まったからなんとか部費を出してもらいたいなとか。え、その部員はどこにいるの？そうだ、今なら部費でウォーターアイランドに行けますってキャッチコピーで部員を集めれば。あのね、めぐるくん、確かにそれで部員は集まるかもしれないけど、人数が増えれば増えるほど合宿にかかる費用も増えるわけでしょ。それもそうだね。そうだ、こういう事件を解決して学校にアピールするってのはどうかな。そういう物騒な話はもうたくさん。たまには明るい話題を新聞部が発信するのもいいと思うの。そりゃまあ確かにそうだけど。え、それって橘さん、その袋の裏。え、何？裏？嘘！なんで今まで気がつかなかったのよ！立花さん、急いでめぐるくん。は？取ってきて。何を？さっき捨てに行ったでしょ、ゴミ袋よ。捨てたばっかりなのにまた拾いに行くの？文句言わないの、ほらほら早く。めぐるくん、明暗よ。近所のコンビニ全部回ってわさびポテトチップをあるだけ買い占めてきて。大変！めぐるくんが買い物してる間、私もう一度吟味していたのよ。そしたらハガキが必要だってことに気づいたの。危ないところだったわ。
何言ってるの、気づいただけ儲け者よ。さあ急いで、郵便局が閉まっちゃうわ。めぐるくんの分、頑張って食べてね。こんなに無理だよ。何よ、お寿司はちょっとわさびがきつめの方が好きって言ってたじゃない。それとこれとは全然話が。つべっこが言わずに食べる。はい。もうダメ、腕が疲れた。まだ半分も終わってないよ。じゃあ残りはめぐるくんがやっといて。そうだ、まゆみ先生か大海さんに手伝ってもらうのはどうかな。手分けすればそれだけ一人分の作業量も減るわけだし。なるほど、それは明暗だわ。じゃあめぐるくんよろしく。え？どっちでもいいから何とかしてちょうだいよ。言い出したのはめぐるくんだし。わかったよ。そうだ、大見さんに協力してもらうのはどうかな。懸賞って一人の名前で何通も出すよりたくさんの名前で少しずつ出した方が当たるってどこかで聞いたような気がするんだけど。なるほど、それは一理あるかもね。早速呼んできてよ。僕が？私なんだか疲れちゃった。わかった、行ってくるよ。あ、いたいた、大見さん。桃井くん、どうしたの？実はちょっと頼みたいことがあって。学校にいてくれて助かったよ。ブラスバンド部の練習だったの。頼み事って？それが、なるほどね。みやこと桃井くんの名前だけで応募するより私の名前もあった方が当選確率が高いってこと？うん、そうなんだ。ちょうど部活も終わったところだし手伝うのは全然構わないよ。でも桃井くんって本当に宮子に甘いのね。そんなに急がなくても結果は同じだって。あれだけたくさん送ったんだから絶対に当たってるわ。Thank you.
でも僕ってかなりくじ運が悪いんだ。今までこの手のものに当たった試しがないし。大丈夫、めぐるくんは今日という日のために今まで運を温存してたのよ。立花さんは何か当てたことある？ないわ。いらっしゃい。今日はどうしたの？ちょっとパソコン貸してもらってもいいですか？え？どうして？ちょっと調べたいことがあるんで、少しだけでいいんです。わかったわ。いいわよ、どうぞ。立花さん、パソコン使えるの？使えない。あのさ、やっぱり僕がやろうか？ダメよ、私が最初に見るの。わかったよ。それじゃあカーソルをブラウザのアイコンに合わせてマウスの左ボタンをクリックしてみてよ。ブラウザ？何よそれ。あ、出た出た、すごい。選手発表はこれかな。さてと、僕たちの名前は…あぁ！え、もしかして当たってた？これ…
少し早く来すぎたかな。さて、どうしようかな。15分もじっとしてるのも暇だしな。あたりをうろうろしておくか。危ないじゃないですか。すみません、急いでいたもので。怪我はないですか？ええ、大丈夫ですけど、気をつけてくださいよ。はい、すみません。めぐるくん、おはよう。わあ、立花さん。ねえ、待ち合わせ場所ってどこだっけ？はあ？決めたの立花さんだろ？忘れたのよ。ともかく、そんなの威張って言うことじゃないと思うよ。で、どこなのよ？桟橋にあるカモメ像の前に9時集合。あ、そうだったわね。うんうん。たく、ここで僕に会えなかったらどうするつもりだったのさ。それは平気よ。今の時代、携帯電話というとっても便利なものがあるじゃない。ちょっと、そんなところに寄ってる場合じゃないよ。もう9時まで2分もないよ。これこれ、今話題になってる限定ストラップ。限定ストラップ？この一番下のキューブにアルファベットが入ってるのよ。自
分のイニシャルが入ったこのストラップを持ってるといいことがあるんだって。いいことって例えばどんな？うちの学校でも持ってる人がいて、このストラップに変えた途端に彼氏ができたの。そんなの効果があるわけないだろ。何よ、私の言うことが信じられないわけ？橘さんが信じられないんじゃなくて、そのストラップの効果のことを言ってるんであって。でも直人さんだってこれと同じものを持ってたのよ。直人さんが？彼今まで懸賞なんて当たった試しがなかったそうなの。けどこのストラップを買ってすぐにウォーターアイランドの招待券が当たったんだって言ってたわ。そうなんだ。それで橘さんはどんな願い事があるの？そうね、私たち新聞部の名前が全国的に有名になるくらいビッグな事件に遭遇したいなんてのはどうかな。もちろん遭遇するだけじゃダメよ。それを私がかっこよく解決するの。そう。ほら、探すの手伝ってよ。え、何よ？ M のストラップに決まってるでしょ。ちょっと君たち、あんまりめちゃくちゃにしないでくれないかな。だって、M のストラップが見つからないんだもん。ああ、M のストラップなら売り切れだよ。さっきも違う女の子が必死に探してたから一緒に探してあげたんだけど、それが最後だったな。ガーン。そんなことより早く行かないと、忍と直人さんを待たせちゃうよ。おはよう、桃井くん。あれ、忍、なんでここにいるの？なんでって、待ち合わせ場所にいて何が悪いの？え？だって、カモメの像の下で待ち合わせじゃなかった？ここがそうでしょ。ほら、え、あんなに小さなものだったの？もっと大きいと思ってた。ところで彼女はあそこで何を騒いでいるの？え、あれは、なんだろうね。
これを渡しておくわ。あ、これって。私も買ったのよ。 M はそれが最後だったの。あ、ありがとう。あら、桃井くん携帯変えたのね。それ写真が撮れるタイプのやつでしょ。うん、前持ってたやつが壊れちゃって。さん、なになに、なんで二人してそのストラップを持ってるわけ。それは私がさっきそこで買ったのよ。何か文句でもある。なんでめぐるくんの分まで確保してあるのよ。あなたには関係ないわ。そんなに欲しいんだったら、これあげるよ。めぐるくん、バカ？せっかく私があげたのに、外すの？それよりさ、ナオトさんどうしたんだろう。そういえば来ないわね。まもなく9時15分発ソフト行きの船が出発いたします。ご乗船の方はお急ぎください。どうするの、もう船が出てしまうわよ。いいわ、置いていきましょう。私が持ってるから大丈夫よ。何かあれば携帯に連絡が入るでしょ。さあレッツゴー。本当に大丈夫なのかな。気持ち悪い。だらしないわね。どうしてあんな大きな船で酔えるのよ。
それより直人さんって人放っておいていいの？連絡もないなんて何かあったんじゃないかしら。どうせ興奮しすぎで眠れなくて寝坊しちゃったに決まってるわ。あれ？どうしたの？電源が入ってない。それじゃ連絡を取りたくても取れないわね。だって昨日の夜から5分おきにメール攻撃よ。楽しみですねとか、晴れるといいですねとか、そんな内容のメールばっかり何十件も入ってきたら電源切りたくもなるわよ。30通、着信履歴50回、留守電5件も入っているみたいね。めぐるくん、聞いといて。なんで僕が。しのぶ、聞いてもらってもいいかな。いいけど。タガメの像？え？ナオトさん、待ち合わせ場所がわからないみたいね。ミヤコさん、あなたちゃんとナオトさんに伝えたの？伝えたわよ。カモメの像の前にくじって、何か勘違いしてたんじゃないの？ミヤコさん、ひどいですよ。なんで携帯の電源を切っちゃうんですか？中に入れてる間に偶然切れちゃったみたいで。そうなんですか。あ、それはそうと、その重大なお知らせがあるんです。え、何？大変申し訳ありません。急用が入ってしまって家に戻らなければならないんです。本当？それはよかった。じゃなくて残念だわ。あの時船に乗ってしまっていれば連れ戻されることもなかったのに、残念です。残念でなります。ナオトさん、なんだって？有用で来られなくなったって。そうなんだ。ああ、本当に残念。それより早く何か乗ろうよ。そうね、ここでじっとしていても時間の無駄だわ。どこから回りましょうか。そうだ、めぐるくんはどこがいい？え、僕？そうだな、最大級か、すごいな。
ここの観覧車、日本で一番大きいらしいよ。行ってみない？観覧車？そんな地味なものに乗るの？まあいいじゃない、時間はたっぷりあるんだし。